はい、おっちゃんです。久々の裏技動画です。今回も、いつもお世話になっております、マリサムさんからの情報で、どこでも電源、無線電源スイッチということで、画面の方出していきます、ドン。今回もね、もうモッドが使えなくなった PS4 で、快適に遊べるようにね、皆さんと情報共有がしたいということで、このような裏技動画、まだね、最新バージョンの、まあ、おそらくもうね、修正されることはないでしょうけどね、もう古いゲームなんで、この新しい一番最新のバージョンでまだできる裏技をまとめているという感じです。というわけで今回もね、いつも裏技情報を提供していただいているマリサムさんからの情報で、今回はすごいですよ。今回はまあ いつもすごいですけどね。もう内装に便利、用意するもの、核融合ジェネレーターですね。まあ他のやつでもできると思います。それから、なんか貼っつけるもの、これ何でもいいです。いろいろ試してみたけど、何でも貼っつけられれば大丈夫でした。これに、電線管下の方につけます。それからスイッチ、これ上の方につけます。準備するものはこれだけです。楽ちんですね。まず電線管からジェネレーターに線を伸ばします。ここで以前ね、電線をどこまででも伸ばせる裏技やったと思うんですけど、その時の要領でこのワイヤーのね、反応するギリギリのところで三角ボタンを押すことによって、このバチバチバチっていうのは出てるけども線が出ない状態、これでね、もうどこまででも線が伸ばせるっていう裏技があるんですけど、その状態にします。その状態にしたら、ここが一番重要なポイントです。ここ重要なポイント、フォールアウト4は真ん中に点がついてますね。真ん中に点ね。この点を、このスイッチに合わせた状態で、なおかつワイヤーが緑になってる。つまり、スイッチが緑になってるんじゃなくて、ワイヤーが緑になってる。ワイヤーが緑になりつつ、真ん中の点はスイッチについてる。この状態です。この状態で三角ボタンを押します。すると、あら不思議、下のここについてた線が上に移動するんですね。こうなれば成功です。そしたらこの下の電線管を一回バツボタンで選択してキャンセルします。すると線が戻ります。ワイヤーがね、下に戻ります。だけど上のスイッチには電気が通ってます。不思議ですね。で、このワイヤーをしまっていきます。これで無線で核ジェネレーターから電気が通っているスイッチの完成となります。あとはこれを好きなところに持っていって、つけるということですね。今電気つきましたね、これね。これでスイッチのオンオフで電気のつけたり消したりができてしまう。すごいですね、これね。もう Wi-Fi みたいなもんですね。無線 LAN みたいなもんですね、これね。無線の電源。もちろんこれ場所、どこでも、ね。もう電気通ってない場所、もうどこでもね。もうこんなとこにつけても、もう自由にスイッチが電源が使えてしまうという裏技で、これ作り終わったらね、もうこれはもう、よいしょ、これはもう取っちゃっても問題なく、これ使えるんで、
ただ一つ注意点としては、もともとこれから電気が引かれてるっていう内部処理になってるんで、このジェネレーターをまあしまったり壊したりしちゃうと、これも電気が通らなくなってしまうということですね。うん。なので、まあ電源の位置をしっかりと確保してから、電源の位置を確定させてからやっていくといい感じかなと思います。というわけで、今回はどこでも電気をつけられる無線電源スイッチの裏技でございました。マリサムさん、ありがとうございます。本当にね、いつもね、裏技、まだできる裏技をね、ちゃんとチョイスして教えてくれて、これをね、まだ PS4-1 もっと使えなくなった PS4-1 でまだ遊んでいる皆さんと情報共有がしたいということで、今回ご紹介、これがおっちゃんが見つけた裏技じゃなくて、以前からある裏技がまだできるよっていうことをお知らせする動画でございますのでね、おっちゃんが見つけた裏技ではないので、そこはご了承ください。というわけで、これでね、配線を気にせず好きなところに電気を貼ってハウジングの方を楽しんでいただければと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。それではまた、お疲れ様でした。